こんにちは、藤あや子です。私デビュー35周年記念としまして写真集藤あや子を発売しました。しちゃった撮影に関しては私は一切例えばこの衣装にしたいとかこの水着にしたいとか全然自分の意見は全くございませんでした。用意していただいた水着だり洋服を本当に着てみて、まず正直黒のビキニをこう見せられた時はマジ着るのって思ったんですけども、まあそこはもうダメだったら乗せなきゃいいんだと思いながら、結構いい加減な性格なのでもう本当に開き直って、まあじゃあやってみようみたいなノリで着ちゃいましたまあ白シャツをこうなんかこう例えば下着の上に羽織っただけとか、まあ、ああいうのってよくね男性が好きだとかってイメージがあって、本当に着るのなんて思ったんですけども、あ意外とやっぱりなんて言うんでしょう、こう色気というのもなんとなくこう前面に出した色気というよりもなんかこう控えめなこう色っぽさが出て、あ確かにこのシャツ1枚もいいなって思いましたし、そうですね、あとはやっぱりこのピッチピチのラインの見える、まあ、昔でいうボディコンですか、ああいうのまあほとんど着たことなかったので、まあ、いつもほらゆるゆるのジャージとかねジーパンとか履いてるから、なんかすっごいピッチリしたラインが出て、ちょっと最初こんなピチピチ着るのと思ったんですけども、なんかその撮影に入ったらなんかその気になりますね。やっぱ格好って大事だなって思いました。次回作も何言ってんですか。いやとんでもない、もうそんな無理です無理です、もうギリギリですよ、もう限界ですもう本当に60過ぎてから勝負ですから、もう女捨てちゃダメですよ、頑張りましょう皆さん